こんばんは、こんばんは。オールナイトニッポン、はいはいはい、サタデースペシャル、大倉君と高橋君、はい、今日も舞台やられてこれたんですもんね、大倉さんは。そうなんです、今日も2回回し、今日も2回で、うん、ありがとうございました。先日は見に来ていただいて、ああ、いや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 、今日あの僕もね、8日か、うん、見に行ったのは。そうですね。で今日スタッフ見に行ったって、そう、来てくれて、オールナイトニッポンスタッフ、なかなか来てくれない人たちだからね。そう、もう付き合いで、うん、あのしょうがなくライブには行かなくちゃいけないかぐらいな感じで来る人たちだからまさか来てくれるとは思わなくて、うん、今日はそうじゃなかったんでしょうね。そう、見たいってみんな言ってたし、いや、ありがたいです本当に、うん、来ていただいて、いろんないろんな感動があったな僕は。いや本当に、うん、よかった。やめな、終わった後でさ、挨拶に行かせてもらったんですけど、うん、はいはいはい、その時に言ったこと、俺自分の言葉が浅はかだったなと思って。そう？うん。なんか大倉、普段と違う大倉くんが見れたよみたいなこと言ったでしょ俺。ああ、うん。なんか頑張ってるなと思って、なんか泣きそうになっちゃったよ。そう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 。まあ、あの、やっぱさ、その準備してる時から見てたからさ、はい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 、はい、どんどんこう痩せ細っていく大倉さんをさ、毎週ちょっと週に1回見に行ってさ、なんかそれ言い方で大丈夫かな、ね、その痩せ細って言ってるわけじゃないんですけどね、痩せ細って言ってるね、言ってるのに夜にいろんなピザとか食わしてた、食わしたなとかさいや大丈夫、それもこれもお仕事ですから、ね、まあまあまあそうなんですけどピザ食べるのも仕事ですから、ピザ食べたりとかグラタン食べさせたりとかしてね、はいはいはい、やってたんだけど、うん、やっぱその、3時間ですか、はい、2時間50分ぐらいでしたっけ。いやでも2時間、ね、あ、そうね、4、50分そのぐらいでしょ、うん、で前編後編、はい、前半後半でやってってさ、うん、ずっと本当に2人だし、うん、でやっぱ内容が内容なだけにね、うん、僕はお芝居のことわからないですけど、引きずったりし、はい、さ、なんかいろんないろんな精神状態が表現されるじゃないですか、そうですね、喜怒哀楽みたいなもん、あの中で、そうそうそう、はい、だからもちろん内容の話もあったんだけど、うん、そこにもう没頭してさ、うん、渡辺一慶さんとこうガチンコでバーンってやってる大倉さんを、うん、もう僕はまず感動しちゃったんですよ。ありがとうございます。バレンティンの前のもう大倉忠義の舞台、うん、に立ってるっていうところに感動して言ったんですけど、うん、はい、なんかまあ月並みなこと言ったよな俺と思って全然大丈夫ですよ。もっと内容の話とかすればよかったなと思ったんだけど、いや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 、でお昼の方行ったんで僕、うん、で またやんなきゃいけない、やんなきゃいけないとか夜の部があるわけじゃないですか。あった、あの日もありましたね。だからなんかあんま長いしても、まあ長いしてこういろいろベラベラ喋っても、あ、いやいや、いろいろね気使ってくだってくれたんだなっていうのは分かりましたよ、うん、すごく、うん、うん、だからあの ここで改めてなんだけどね、はいはいはい、感想、いやいや、ありがとうございました本当に。 あと引く舞台でした僕は。あ、本当に、うん、見てる最中は、うん、やっぱ大倉さんおっしゃってた通り、あのずっとやっぱお二人お話しされてるお芝居だから、ほら情報量がある、ね、情報がこう行き交うじゃないですか、うんうんうん、でそれをまあ受け取りながら 見させてもらったんだけど、はい、やっぱね、あの状況下に置かれたらとかさ、はいはいはい、そう、自分だったらみたいな風にも見れるし、うん、時代背景もしっかりなんかあのその世界に連れてってくれる感じじゃないですか。うん、そうですね、そう、70年代の、うん、今の僕ら世代の人たちにはなかなか経験できないであろう世界観なのに、うん、舞台ってやっぱ見てると、うん、そうね、そう、自分がもしそうだったらどうすんだろうとか、うん、うん、あと思いのほかこう笑うシーンもあったりとか、うん、うん、クスクスっと、そうですね、うん、あったりとかしてたから、うん、俺はすげえ入り込んだんですよ。ああ、よかった、めちゃくちゃ、うん、うん、どうなんだろう俺だったらって、いや、どうしよう、ゆうくんが寝てたらって考えてたからあ、舞台中にってこと、うん、ああ、寝ませんよ。スタッフどうだったか知らないけど結構ね、やっぱあれ舞台あるあるっていうか、前も話したけどさ、うん、暗くなるシーンがあるじゃないですか。はいはいはい。あの、なんだ、セットチェンジじゃないけど、場面チェンジっていうんですか。うん。うん、と、クモ女のキスに関しては、結構ほんとちゃんと暗闇がしっかり暗闇じゃないですか。めっちゃ暗闇。そうそうそう。自分目開いてるか閉じてるか分かんないくらい暗くなんだよね。そうね。そう。あそこ一瞬ハッとしたけどね。うん。安定する。寝るとしたらここなんだろうなっていう。そうよね。危ないよね。心配だな、スタッフが。そう、やっぱり監獄だから、うん。前編通してそんなに明るいシーンがないから。うん。
いや大丈夫なのかなとかいろいろ思ってたんですけど、よかった、ちゃんと見てくださって。見てたよ、もちろん。なんか緊張してたもんね、ちょっと。そう、なんかよくわからんけど、うん、やっぱ、いや、なんかそういう感じになってるんですよ、僕も体感するお客さんの感じが。あ、緊張してるってこと？うん、初日はもちろんね、うん、あのどっちもの緊張感が伝わってこうなんですけど、うん、ずっとなんかあのこう暗転するじゃないですか、うん、その一番一番が終わって、うん、暗転した瞬間にみんな、うんみたいなのがすごい聞こえてくるんですよ。はい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 、やれないから咳払いも。そうだからすごい、うん、あ、なんか集中して見てくれてんだなとか思って、うん、ありがたいなって、うん、なんかねやっぱりこう僕も始まる前に2人舞台見させてもらったんですけど、うん、こうのめり込んで見ちゃうというか、うん、なんかだからそうなってしまうんだなっていう、うん、でもこうねなんか変に声出したりする人もいないし、うん、こう集中力こっちもいるんですけど、うん、この舞台に関しては見る方もすごい集中力いる舞台だなと、うん、あれだ、取りこぼしたくないんだと思う、その情報を。うん、やっぱ見どころ満載だし、すごいね、難しいセリフとかも多いから、うんうん、で自分も理解するのに1ヶ月かかってるわけだから、うん、きっとね全部を、ああなるほどなるほどねっていう舞台でもないから、うんうんうん、そうだから分かってくれたっていうのが伝わってるのが分かる時点ですごい嬉しいんですよ。でもやっぱお芝居される側の人たちが、うん、その伝えようとしてる感じっていうのって、うんうんうん、ライブにもちょっと通じるところがあって、あ、完全になんていうのも置いていこうじゃないけどさ、うん、まあお客さんどう思うが、うん、まあ、俺らだからってやりすぎちゃうと、うん、やっぱまた違うムードになると思うんですけど、まあね、多分そのセリフの内容どうこうよりもどうこうももちろんなんだけど、多分お二人とあとはその監督さんなのかな、演出家さんかな、うん、その人たちが伝えようぜって感じなんような気がしたんですよね。あ、どうわかるっていうなんかなんていうんですかね、うん、メッセージとして届いてきた感じがしたんで、はい、僕はすごいのめり込みました。うん、なんかちょっと台本も、うん、そのなんか毎回なんですけど、うん、語尾とかも別に自由でいいよって言われてて、うん、あ、そうなんだ。そう、なんか、こう自分がこう気持ちよく言える言い方というか、うん、でいいよって言ってくださってるんで、うん、なんかちょっとずつ毎回違ったりするんですけど、うん、なんかそういうのもきっとこうこっちがちゃんと言えてたら伝わるものなのかなとかいろいろ思って、うんうんうん、そうなんですよ、うん、いやなんか難しいみたいなさ、うん、あの前情報として大倉さんからも、うん、そうですね、教えてもらってたんで、うん、なんか、まあ、もし流れとかがつかめなかったとしても、うん、その自分なりに楽しもうぐらいの気持ちで行ったんだけど、はい、全然あのまあ、もちろん会話はね、うん、いろいろあの当時のやっぱ時代背景とかあるんでしょうけど、でも人間関係とか、うん、気持ちの動きとか、うん、そういうのは多分僕なりに多分掴みながら見てるなっていう実感を持てたので、うん、そうですね、楽しかったです。ありがとうございます。もう一回見たいもん俺、なんかね、そうこっちやってる側がすごい難しいものなんですけど、あの結構これを見るとすれば、うん、感情の流れで言うとすごくシンプルな舞台で、うん、普通に男女に置き換えて見てもらうと、うん、普通のラブストーリーというか、うんうん、でもね、うん、一家さんじゃん、一家さんすげえなと思った、そこもやっぱり一家さんがもう可愛くなるでしょ最後。可愛いっていうか女性で、そう だからなんていうの、なんかあんま内容の話しない方がいいんだよな、なんかなんていうんだべなんていうんだべな、そう普通のラブストーリーとしては見ないんですよ、うん、やっぱりそのクモ女のキスに関して言うと、あ、まあまあまあそうですね、うん、まあ、ちょっとあの異質ではあるけれども、そうそうなんだけど、うん、なんかそのまあ、大倉さん演じられるバレンティンの感情の動きっていうか、うん、
そうなるかなとか、あ、男としていろいろ考えて、そう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 、どういうアクションで今どういう心で今このアクションになったんだろうとかっていうのを自分なりに想像してみて、だからそれがずっとなかなか出ない答えなので、なるほど、後を引いているような気がしますね、はい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 、すっごい楽しいと思う。だからあ、また男の人が見てもそういうふうにいろいろ味わい深いというか、自分の状況に置き換えたらどうだろうと思うだろうし、女性とかが見たらすっごい楽しいんじゃないかな、ま、うん、だから一休さんはやっぱ素晴らしい方で、すごいよね、すごい、やっぱりあの方がモリーナやってくださったから、もう僕はただバレンティンのことを考えればよかったっていう、でやっぱなんかね、細かなところ、細やかなところまですごいし、僕にも合わせてくれるし、優しいし、こう上から言ってたりとかもないし、すごいね、いやすごい環境でやらせてもらってるなと思って、なんか舞台初心者の感想になっちゃうんだけど、やっぱ生ものじゃないですか、その場で、なんだ、火つけるとかさ、なんか物持ってきて開けるとかさ、あるじゃないですか、そういうところでもさ、この笑いは今日しか起こんなかった笑いなのか、毎回ここはこういうとこで笑いを取ってるのかっていうのが、やっぱ舞台って分かんないんだよね。毎回違いますよ。あ、やっぱ違うんだ。お昼と夜でも違うし。ああ、それがね、なんか大倉さんもそうだけど、はい、渡辺さんのなんかなんバーってなんか、なんか、あるんですよ、独特な動きが。これから見られる方ぜひ見てほしいんだけど、ここは多分取りに、なんか笑っていいよって言ってくれてる感じのシーンっていうのもあるでしょ。そうでクスクスってなるし、俺もなんか安心するのもあるんだけど、はいはいはい、あれ今のってこれもしちょっとハプニングとか、なんか今日だけかもとかっていうドキドキがあって、これは大倉くんをやっぱどっかでこう、なんだろう、家族とかじゃないんだけど、ちょっと自分身内目線みたいな感じで見るから、はいはいはい、いろんなハラハラが起こるんですよね、そんな。ああ、なるほど。大丈夫かな、大丈夫かな。いいんだよ、いいんだよね。バレンティンとして見てていいんだよ、ね、だな。そんなね、大きいハプニングとかっていうのはもう全然ないんですよ、一回も。なんかそのちっちゃなところで、みんなこう見逃さずに見たいから、その、いい意味でその集中しなきゃいけないというよりかは、気づいたらみんなもう集中してる、もうガーッてあん中にみんな入ってってる感じっていうのさ、なんかね、そう、なんかあの手紙とかを劇場でこうみんな置いていってくれるんですよ、ファンの方がね、それとか目通してると結構なんか、あ、素の大倉さんが出てましたねあの時とか、あのいろいろこう素の俺が出てるとか、大倉が出てたとかっていうのを言ってくれるんですけど、もう言っちゃうと 100% 台本通りなんですよ。だからそんなところないんですけど、素の大倉を見に行ってるんだろうね、もしかしたらそういう人たちは、なんかやっぱ見つけたいのか、見つけたいんじゃないって思うのかなとか思って、だからまあそれはそれでそういう見方でもいいんですけど、まあ、それぐらいもしこうバレンティンとして見てくれてるなら嬉しいなと思いながら、俺今もちょっとバレンティンだもん、引きずってるから。嘘や、いや引きずってんのよ舞台って。もうすごい、あの舞台の現代の格好してる。え、現代の格好してる。いや、なんかちょっとなんか緑、なんかあれじゃん、バレンティンもそういう格好しそうじゃん。深緑の、深緑とか着そうじゃん。こんな服着る。わかんないけど、なんかあの舞台のどうなんだろう、舞台の特性なんていうの、見終わった後の気持ちってあるじゃないですか、で「クモ女のキス」に関して言うと、まあ決してこうハッピーな、スーパーハッピーな感じとは違うでしょ、そうですね、なんかこう受け取りようによってはで、なんかこうかん、やっぱ考えさせられるっていう、でそれがすごいいいんだけど、なんかそれが僕はもう結構もうにわかにズーンってなったんですよ、終わった後、あ、でもそう、そうやね、そうだよなとかって、俺もこれを見たらそうなるかも、なんか
こういい気持ちというか、うん、にはならないというか、うん、あこれ言うと複雑ですよね。こういう何とも言えないから、こう中身も言えないし、そうそうそう、まあでもふわっとした話ずっと続けてるみたいな、まあまあこれはもう 見た人たちだけですよし、うん、まだねもしチャンスがあるならこれから見に行く方もいらっしゃるでしょうし、はい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 、なんですけど、でもさ映画でもさ、うん、ダンサーインザダークとか知らない？あーはーはーはー、あのビョークの、はいはいはい、あのねラース・フォントリアっていう監督の人 の映画は、うん、大抵がもう落ち込ませに来てるっていうかなんかわかるわかる、うん、まあこれすごくあれだけどね、うん、この俺の感想の言い方もさちょっと安直というか良くないのかもしれないけど、うん、もう主人公が最後なんかドーンってこう死んじゃったりとか、うんはいはいはい、すごいたくさんの人がもうバーンっていなくなったりとか、うん、多いんですよ、うん、あの惑星落ちてきて地球ドカンみたいなもうでもそれが、うん、それが欲しい時ってあって、わかるわかる、ね、おかしいもんで、うん、音楽もさ明るい曲だけだったらさ、うん、まあもうなんか飽きるじゃん、うん、なんかどっかでそういうズーンとくるものもあって、うん、明るさが際立つというか、うんうん、だからなんか大倉さんのイメージってあると思うんだけど、うん、あのその中にバレンティンが入ったのがまた奥すごい奥ゆかしさになると思ったんですよ。なんか影っていうか、うん、なんかねお酒とか飲まれてあの、うん、家で全然あの出前して、うん、あのなんか適当な感じっていうかなんて言うんですか、言いづらそうちょっと言いづらいんですけど、はいなね、表現がちょっと難しいんだけども、なんかあの闇が見えました、チャランチャランポランみたいなイメージじゃねえよイメージのところから中に僕の中ではバレンティンの大倉さんのイメージがプラスされるわけですよ。ああ、そう。グズグズやん。いや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 。なんかだってね、革命家の役でしょ。そうです。そう。だからなんかいろいろね、舞台の中でもいろいろなあーって なるんだけど、でもね、その時のその革命のとか話題になると、そう自分の考えがあってとか一生懸命なってこう話したりする感じのやつなんじゃないですか、バレンティンって、うんうん、なんかそのイメージがやっぱ普段の大倉さんともやっぱ全然違いますから、いや革命こそと思ってないからねあそうでしょ、うん、大倉さん革命よりも出前でもちっちゃな革命を起こしてるかもしれないそう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 、だからなんか僕は見ててやってやっぱ大倉さん舞台すごいなって素敵だなって、いやありがたい思いました、うんうん、生であのとんでもないのれんもね見ました見ました、ね、あれはやばいっしょ、やばかった、なんかもうあれもらった瞬間の気持ちとか、いや言い方が正しくないかもしれないけど、うん、ちょっともう威圧的なもうグッてもう圧を感じたもん大竹しのぶさんのね、そう、うん、のれんがすごいね、うん、もうすごい背中を押してもらってますよ、毎回あののれんをこう出てステージに向かうたびに、そうだよね、うん、思いっきり背中叩かれてるみたいな重いよね、ドンバッっていう、なんか雲女のキスなんだってね、そうちゃんとその今回の舞台用だよという、ありがたいんですけどね、いや素晴らしい、いや素晴らしいのれん、全てが素晴らしい舞台でした、ありがとうございます、それでは今週もそろそろ行ってみましょう、オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、改めましてこんばんは、連日の舞台の疲れからなのか、ゆうくんもっと俺のこと褒めてくれてもええねんでとわけのわからないこと言い出した感じないと大倉です。いやわけわからんくない褒められたいけど褒められるとなんか裏があるんじゃないかと疑うタイプの高橋優です当たってます、確かにそうだねさて毎週土曜日の夜、男二人が集まって生放送でお送りしている週末の反省会的なこの番組、今週もラジオの前の君からメールでここ最近の失敗談、やっちまった話を大募集します。学校、職場や部活、バイト先での失敗談、男女関係のもつれや家族をめぐるトラブル、ちょっとした勘違いがきっかけで大損害などなど、君のやっちまった話待ってます。同じ内容のメールは1人1通で OK、 メールにはやっちまったエピソードとやっちまった君が今聞きたい曲のリクエスト、そして詳
しい話を電話で聞かせてほしいので、今連絡がつく電話番号を書いて送ってきてください、はい、番組のメールアドレスは ot@allnightnippon.com ot@allnightnippon.com。 電話でやっちまった話を聞かせてくれた人には番組グッズの一郎プレゼント、はい、君のやっちまった話待ってます。はい、さあ、1曲目はですね、ニューアルバムから、関ジャニ∞の今なんですけれども、はい、今週も12時台でもう1曲この番組で初音になる曲がありますので、ずっと聴いててください。楽しみ。お願いします。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。東大阪市のともき大学1回生です。あのさ、大倉くん、ゆうくん、僕はこの春愛知県から大阪の大学に進学して、昔からラジオが好きだったからラジオ制作ができる放送局制作部っていう企画に入ったんだ。で、この前その新人歓迎会に行ったら、3回生にラジオ好きの男の先輩がいて、好きなラジオ番組を聞かれたから大倉くんと高橋くんって伝えたら、その先輩びっくりすることにこう言ったんだ。俺、大倉くんと高橋くんの第3回の放送に電話で出たよ。すげえ、オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。初期の方に、世間狭いね。狭いですね、うん、嬉しいじゃないですか、好きなラジオ番組はって言われて我々の番組も出してもらえるっていう。すごいね、ね、広がっていってるじゃない、うん、男子にそうやって言ってもらえるのまたね、すごく嬉しいですよ。いや、そうね、うん、ちょっとバカっぽいことばっかり喋ってるからね俺ら、うん、バカっぽいことを話すと男子が喜んでくれるんだよね。そういうことよね。なんか女子は引くんだけどね。そう、ちょっとねあの、うん、悔しいシステムというか、なんか昔からそうじゃない、うん、なんか教室でさ喋ってる男子のこうアホな話に呆れる女子みたいな。そうそうそう、いつまでたってもこの関係性は変わらないんですな、うん、今もそうなんだね。なんかもっとオープンになってきてさ、女子もそういうの大丈夫な時代になってきたのかなと思ってたけど、うん、やっぱ俺らバカな話すると男子喜ぶね。男子は喜んでくれる、そう時々ね、うん、最近もほぼ引いてると思うけど、えほぼリスナーはドン引きやと思うえ男子も、いやいや男子じゃない、女子ね、女子リスナーね、女子リスナーの、うん、みんな巻き込んでいきましょうよ。続けていけばさ、うん、やっぱこうやってちょっとずつこうラジオやりたいとかって志してる若い子たちがさ、うん、大倉くんと高橋くんみたいな番組を作りたいとかって言われたいじゃないですか。ねえ、ラジオって自由よね。ラジオ自由だよ。ねえ、本当だよ。こんな大倉くんなかなか聞けないよきっと。いやいや、もうだって台本合ってないようなもんじゃないですか。うん、ないよ。せっかく書いてくれてるのにさ、うん、そうだよ。全司会としてお送りする時もあるじゃないですか。あったね、うん。あったあった。俺あれ好きだったけどね。ねえ、なんかそういう、うん。ことを思うとすごいなんかこう発信する場所にっていうことを考えるとさ、うん、めっちゃ自由やなっていつも思ってるよね。いやでも自由な方がいいと思うよ、うん、うん、なんか何喋ってもいいしね。そう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 、歌だと生放送っていうのも面白いよね。うん、あ、そう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 、ギリギリの感じが、まあちょいハプニングっぽいぐらいがさ、うん、楽しいじゃないですか。そうだから収録の時の俺らなんてもう流したもんじゃないよねあれたまにやるやん。収録の時の方が割とガチガチにコーナーやるよね、うん、やるきっちりラジオする、きっちりそれに沿って俺らもお届けするじゃない。そうそうそう、生の方が俺らもちょっと何が今日はどんなことになるだろうなってワクワクしながらやれたりするじゃん。まあそうね、だからリスナーの方ともこう生でやり取りができたりね、そう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 、手紙とかも、うん、というかメールもすぐ読めるし、うんうんうん、何言い出すんだよ感がさ、うん、ラジオのいいとこじゃないですか。で収録ってめちゃくちゃやなって思うのがさ、うん、あのメールもどんどん送ってくださいっつって言っててさ、うん、あの読むか分かりませんがみたいなこと言うやんか。言ってるね。要するに読まんやん読みようないよね、だって収録だったら。そうで収録の時に送っててさ、うん、次の週になってたらもうさ結構もうリアルタイムのメールじゃなくなるやん。そう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 、いやなんで言うのっていつも一応決まり文句のように、うん、そう意地悪やなって思いながらそんな中メール来てますね、はいはい、旬なメールが、大阪市阿倍野区で聞いてくれてるレーベン、
レーベンさん26歳、うん、女性フリーター。映画や舞台で最後にドーンって来るのを求めるの分かります。私はそういう時に松たか子さんの告白っていう映画を見てドーンって来てすっきりします。いやいや擬音よいやあれでもちょっと落ち込むってことのあれじゃない？うん、いやまあまあそうやけど、どうとも取れるドーンやん。ドーンってね。それじゃあせっかくメールなんやからさ、うん、言葉にしてよ。こういう人いるよね。擬音で全部言っちゃう人。ちょっとあれだな、俺もなんか呼び方。ドーンってガーンってなっちゃいました。だっててちゃってやればいいんだよとかってね。そう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 。なんとなく伝わるやつ。そうそうそう。映画告白見たことありますか、大倉さん？僕は小説も映画も見まして。ああ、俺もどっちも。うん、あの確かにあれもドーンだよね、ドーンって来るやつで、まあ、要は考えさ、うん、ラース・フォントリア系ですよ。だから一言で言うとドーンですよ。ドーン、うん、一言でドーンって言う映画いっぱいありますよ。いっぱいあるね、うん、落ちる系の映画ね。うん、だってそれで言うとさ、別に、うん、あのアクション映画もさ、うん、ハッピーエンドのアクション映画もさ、ドーンって感じやん。それまた違うドーンだね。そうそうそう、それちょっと爆発してんのかな。だから文字で言うとテンションわからんからさ。そうだね、うん、なんか俺の今読み方だったな。いやいや、ドーンドーンっていうか、なんなんやろな、なんかズドーンって感じ。告白で言うとズ入った。ズドーンって感じかな。ズ入れればよかったかもな、じゃあ レーベンさんね。うん、ドーンだけだったら爆発したかと思っちゃったから。変わらんよね、変わらんよ、あんまり変わらんよ。ただの趣味思考やと思う。でもそう、ドーンって来てすっきりしますって言ってるのがさ、うん、あるのがやっぱその芸術の良さというかあれじゃないですか。なんかそういうものって、なんだろう、映画とかもそうやけど、うん、誰かと見に行ってこうその後食事しながら話できるよね、映画について。うん、この女のキスもさ、もう前も多分話題に上がった部分だから言っちゃうけどさ、うん、こうもう涙してる方っていうかさ、後半結構こう話すする音とか会場に僕行った回は響いてたんですよ。そうですね、みんなそうそうそう、でわあ感情移入してるんだなと思うんだけど、うん、やっぱそういうの見て、普段泣けない人とかが自分の日常生活で、僕も結構そうなんですけど、うん、映画とかでいっぱい泣いてスッキリするとか。あ、わかるわかる、うん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 、俺もなんか我慢したけど泣きそうになったもん。なんか泣くために映画見る時もありますよ。泣きたいなというか、うん、感動したいなみたいな思いで、うん、泣くための映画のおすすめある？大倉さんの。俺、うん、俺もある。アイアムサムとか。あ、いいね、うん、あとショーンペン最高ね。ショーンペン、うん、あとダコタファニングね。あれダコタファニングだよな。あのダコタファニングじゃないっけ、あのアイアムちっちゃい子、ちっちゃい子、うん、あ、そうなんや。確かダコタファニングだと思う。あとあれ、私の頭の中の消しゴム、ね、うん、韓国系はやばいよね。韓国系の中であれ泣けるよね、うん、あとそっち系のやつでさ、うん、なんだっけ、あ、映画の名前忘れた。なんだそれ。なんだっけ、なんだっけ、なんとかノート、あのほら、あのさ、デスノート。デスノートじゃない、デスノート泣かないよ、ね、デスノートはさ、ある意味泣くよ、ね、死んじゃうからね、殺されちゃうから。なんだっけ、君に読む物語。あ、はいはいはい、うん、君読むとか訳されてたけど、はい、そう、ザ・ノートブックね。あ、そう、ザ・ノートブックだ、うん、だから英題が、そう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 、あれもさ、頭の中の消しゴムもさ、どっちもちょっとこう、うん、あれじゃないですか、ちょっとこう人生のなんかこう、うん、記憶とかを考えさせ、死生観じゃないですか、うんうん、そう、あれ、ああいうので泣かしに来られちゃうと僕泣いちゃう。うん、そうね、うん、そう、僕の泣きたい、泣くための映画。ああ、あと僕は一番見ているのが、うん、あ、忘れた。一番見てるくせに。映画のタイトルってでも忘れちゃうよね。いや、ちょっと待って、うん、竹内優子さんと中村獅童さんの、あ、ね、あ、今会いに行きますか。そう、あれ俺ね、花びらの、そう、花びらの、そう、7回8回見てる。分かる分かる。それで言ったら俺今でもあれセカチューを見るよ、めっちゃ。ああ、そう、世界の映画版の世界の中心だよ、叫ぶ、うん、は俺のもう超泣ける映画。今会いに行きますって、うん、結構ちょっとファンタジーなんですよ。そうだね、ファンタジーなんですけど、うん、なそれがいいんだろうね。
うん、あの家族の物語だから。そうなんだよな。あのね、そうちょっとねあれはな泣いちゃうんだよ。わかるわかる。あのね、そうそう、これを別にネタバレしてもいいんだろうと思うんだけど、まあ、もういいんじゃない？あ、でもその俺はね、なんかあの映画の好きなシーンがさ、うん、ベストポジションって覚えてない？あー、はい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 、竹内結子さんが言うやつ、うん、俺あのシーンすっごい好きなんだよね。いやなんかさ、うん、あの、まあ、最初はこう何やろ、出会ったりさ、うん、あの、まあ、まあもう夫婦のところから始まるでしょ、うん、でもこう学生の時からの話になっていくじゃないですか、出会いだったり、ね、で、うん、お互い全然違うことを思ってすれ違ってて、うん、実は、うん、お互い好き同士だし、うん、そうあれね、俺小説も読んだんですよ確か、うん、結構小説分厚いよねあれね。そう、うんうんうん、あれ小説でもボロ泣きして、うん、涙止まらなくて、うん、だから俺好きなんだなきっと。今会いに行きます。あのストーリーがでも泣くの、やっぱ 7,8 回見てもやっぱ、うん、泣くために見るの、毎回泣く、うん、決まってる。でも泣くシーンとかも、うん、うん、絶対同じとこで泣く。俺もセカチューで泣くシーン決まってるの。ああそう、うん、セカチューね。そう、あのね、長澤まさみさんがさ、山田孝之さんと、あ、それドラマバージョン、映画はね、あの森山未来さん、あ、そうだ、そう、あーって、あの、あーって叫んだりするシーンがあるんですけど、うん、バイク乗りながら、うん、ね、おかしくなっちゃうの。いや違う違う違う、愛を叫んでるんですよ。あ、愛を叫んでる、多分、 多分そういうあのねそう、なんだっけ、森山未来君役の人の、あの名前の忘れちゃったんだけど、なんか見てるおじいちゃんのラジオサク太郎、サク太郎、サク太郎、はいはい、うん、サクと話がしたかったからっていうシーンが、全然思い出されない、サクと話がしたかったからっていうシーンがあるんですよ、うんうんうん、もうときめきのシーンなんですよ、はいはいはい、でも現在のサク太郎は大沢たかおさんがやってて、うん、でまたなんか微妙に二人の子超似てて、似てる、似てて、似てたよね、そうそう、回想し、その過去を振り返るサク太郎と、うん、振り返っている最中のもう昔の高校時代のサク太郎が行ったり来たりするんですよ、はい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 、その昔から今になる時が悲しすぎて、毎回、あ、もういないから相手は、うん、秋がいないから、白秋の秋って書いて秋って言うのよっていうシーンとかもあるんですけど、それ俺毎回泣いてる。あ、そう、超泣いてる。あ、そう、あの擦り切れるんだなって思ったもん、 DVD2 回擦り切れたもん。擦り切れたの、擦り切れるぐらい見ますとか言うじゃん。あれ VHS の時代の言葉じゃない？だすだすだす、 VHS ごめん、めっちゃ質問飛んだDVD も擦り切れるんですよ。擦り切れる、あの物体が。いや、そう、なんかだって見てたらさ、だんだんなんか変な音鳴ってきて、DVD プレイヤーが、いや、せっかちゅう見すぎて。ちゃんと保管してます、助けてくったかなんて、助けてくださいって言えなくなっちゃったのなんかバリバリバリってなって、なんか言えなくなって、モザイクみたいになっちゃって、あの映像がダカダカダカってなって、そんなことある？傷ついたりしてんだって。だってだから見すぎて、裸のまま置いたりするでしょう、ゆうくん、きっと大雑把だから、するかもしれないねえ、したかもしれない、家汚いもんだって見たもんね、汚いんだよ俺の部屋本当に。いや DVD とかってさ、うん、あの次見たりするものの中に入れたりしてもうごっちゃになるでしょ。なる、結構なんのよ、ねえ、なんのよ、めんどくさいのよ。そうそうそう、でも、うん、裏返し OK みたいなさ、ルールない？なんかあの表面の方をさ、いや、分かる、あのテーブルの上置いてさ大丈夫やろみたいなそれめっちゃある。で、うん、その裏返して置いたやつの上に裏返し OK の DVD5 枚くらい積んでる。そう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 したら一番下のやつ裏返してる意味ねえのよ。そうそう、きっともうあれで傷ついてるだろうと思うんですけど、傷ついてんだよ、擦り切れてるわけじゃないと思うよ。そうか、 VHS のあのテープが切れたことあるけどね、見すぎて。あ、それもある、なんか伸びたりとかね、うん、ショックやったね、すっごい好きなあビデオやったかな。わかるわかる、擦り切れるだけ焦った、うん、醤油こぼしたりしちゃって
もう DVD の裏に裏返し OK と思ってた。ちょっと待って、どういう状況それ。テーブルの上とかに置いちゃうからさ、それでなんか寿司とか食おうと思ってさあのコンビニとかで買ってきた寿司ってさはいはい、はい、あの醤油ピッて切って開けなきゃいけない。 あれ、ね、あれスリル満点じゃん。そう、はい、あれ間違ってペッてったらパチャッて でまたよりにもよって DVD の、 あの裏返し OK のところにペチャペチャついちゃって。なんだよな、あの家であの醤油まみれになる事件あるあるでしょ。ある、うん、もうさ昔からやねんけどさ、うん、なんか分からんけど友達に借りてたノートとかに醤油もこうなんでこれにと思って、なんでよりにもよって、うん、そっちに醤油も言わんと返したら お前醤油垂らすなよみたいなすごい恥ずかしいのよ醤油ってよりにもよって友達に借りたやつで思い出したんだけどさ、うん、全然ちょっと話変わっていい、うん、俺今バーって思い出したけど、うん、ゼルダの伝説っていうゲームの賞全部消して返したことある。最悪最悪そういう人おったせんなかったスーファミで。いやおるおるしかもさスーファミ時代ってさちょっとしたことで記録消えんのよね。そう、うん、そうそう、なんかオープニング始まってさ、うん、なんかまあなんかゼルダの音楽ちょっと忘れちゃったからさ、うん、例えで言うとマリオのさ、うん、デデッデッデってなるでしょ、うん、それはデデッデデーってなるのバグね。あーってなって、うん、で一回バンって抜いてさ、うんやってさ、あ懐かしい、またガチャッと刺したらさ、うん、あのショーを全部最初から初めからしかなかった。あれと思ってあれ接触悪かったらさ、うん、あの接触する部分のそのさカセットの部分フーってやるやんか、うん、あそこ舐めるやつとかおらんかった。やりすぎでしょ舐めるやついなかった。いたよね。えいたいたの。いた。俺それ舐めたの。意外とさつくのよそれで。あ治んだ。治ったりするのよ。ただで潤いなのかな。よわからん。ただ絶対これ借りたないなとか思ってそうだよね。そうしかもゼルダ超むずかったのよ。いやむずかった。スーファミのゼルダめちゃめちゃむずいのに超もろかったよね。でもおもろかった、うん、それを俺の友達めちゃめちゃ勧めて、うん、もうすぐ全クリだからいいよじゃあゆうくん貸せよみたいなやつ借りて始めて俺なんだかんだやりながら俺こういうのあんまり得意じゃねえってことが分かったの、うん、そろそろ返そうと思った矢先に全部消しちゃって「ゴミ消しちゃった」とかって言ったら「嘘でしょ」とか言われて「いやそのテンションになるよ」嘘でしょ。だって何百時間やってるわけだからそう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 いやそれショックやな。そう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 、俺に物貸さない方がいいわみんな。いやそうね、醤油こぼしたり塩消したりして返す。今はねそういうことがなくなったかあれやけど。そうだね。いやそういう人おったわ。なんか出ちゃうんだよなやっぱ。お前にはもう絶対貸さんみたいな。そう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 、うん、その人その後セガサターン買ったけど一回もにセガサターンやしてくんなかったもん目にもたれた。目にもたれちゃって。いや完全にそりゃそうよね。そうそうそう、こいつにゲーム渡したら危ないパターンの人いるよね。地元田舎だからさ俺とそいつぐらいしかいなくて遊べる人が、うんうんうん、俺プレステ買うから、うん、お前セガサターンみたいな感じだったのよ。ああ。じゃあほらどっちかのカセットしか遊べないやつあるでしょ。はいはいはい。でもそいつは俺ん家来てプレステやったけど俺そいつん家行ってセガサターンやらせてもらえなかったから約束と違うやんけ。約束と違くなっちゃった。まあでも俺自業自得なんだよ。あそうなの。ゼルダ消してからまあね、もうすげえどうでもいい、どうでもいいこと思い出した。いやいやゼルダ消すって相当やわショックやな。ショック。あ、うん、あれですって、今日初公開の曲聴けますって。そうですね、うん、そうなんですよ。だから、僕結構ね、うん、前のアルバムの時とか、うん、結構その村上くんと、ま、あの村上くんがやってるレコメンっていう曲、じゃじゃじゃラジオでね、うん、あの初オンエアばっかりして、うん、こっちに持ってけえへんやんって苦情出したら、うん、ちょっと持ってきてくれるようになったっていう裏話がある。本邦初公開ですか。じゃあそうです。すげえ、うん、ユニコーンさんに作っていただいた曲なんですけれども、そうですね、6月28日リリース関ジャニ∞ニューアルバムジャムからですね、うん、七転び八起きという曲を聴いていただきたいと思います。はい、ありがたいですね。こういうのめっちゃバンド曲なんで。すげえ。これをねみんなの前でやるのが楽しみです、うん、はい、そうそう。それでは初オンエア七転び八起き。
ズ日本サタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、七転び八起き、すごい勢いのあるユニコーンさんらしいというか、あれだね、俺もう始まってさ、最初のフレーズとかでわあユニコーンっぽいなっていう風に思って聞くんだけど、最近改めて気づいたけど、関ジャニ∞ってあれだよね、何歌ってもやっぱり関ジャニ∞になるんだねっていうのもあるね。ああユニコーンっぽいなって思って聞いたらさ、もうユニコーンが歌ったのも聞いてみたいとかってなりそうじゃん、これだけ豪華だと。ね、でもね、まあユニコーンももちろん聞いてみたいけど、関ジャニ∞が歌ったらさ、関ジャニ∞の歌になるんだよね。いやそれはすごいですよね。たまにいません、カラオケとか行ってもさ、なんかそう、何歌ってもやっぱこの人の歌みたいになるなみたいな人とか。そうね、そう、あのすごい上手い人ね、それ。まあ上手い人とか、ちょっと独特な人とかさ、歌い回しとか、でも個性のある、そう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 、お芝居とかもあるような気がしててさ、何の役やってもやっぱこの人はこの人だねみたいなのがあるような気がしてて、多分声の力なのか個性なのか、関ジャニ∞ってグループだとそうなんない人多い気がするんですよ、逆に。グループになっちゃうから声がもう混ざっちゃって、もう曲に負けてるっつったらね、言い方あれですけど、関ジャニ∞はね、同じこと何個も言っちゃうけど、関ジャニ∞になるんですね。ごめんごめん、同じことしか言って、ありがたいです、っていう、なんか今改めてそう思って聞いてた。その前の話は誰の話をしてたんですか。何が何が曲に負けちゃうって。誰とも全部、誰もいない、そんな人いない、いないいないいないけど、そんな人はいない、いないけど話いない、ね、でもいるじゃん、いるの、シリ別です。いやでも誰とは言わないけど、いやこれはさ、なんかあの演奏ものって結構やっぱりあのやりながら歌うのって結構苦手なんですよ。歌ってるメロディーと叩いてるのって別なんでできないんですよ。なのでこれはほぼコーラスです、僕は。あのなんか掛け声もあったもんね、今ね、だから1回しか聞いて SEVE みたいな、はいはいはい、あそこ歌ってらっしゃる、歌ってます。でもそれ以外も歌ってないんで、だからそういう歌をね、あのカラオケで歌ってって言われても、歌ってって言った本人が聞いてないとかよくあるよ。まあでも本物感がないみたいな。あれグループで活動されてる人たちってさ、結構あるあるじゃない？それ。あるある。何人かで歌う人ってさ。いやきっとスバル君とかリョウちゃんが歌ったら盛り上がると思うよ。いやいや、まあまあ、やっぱメインボーカルやからさ、パートも多いのよ。やっぱそれがさ、関ジャニ感になってるのよね。だからあの自分らがこうカラオケ行っててもやっぱスバル君とかの聞いてると、あ本物やなって思う。いやいやいや、大倉さんも、いやいやいや、なりますって。いやなれへんねんって。なるって。なれへんねん。関ジャニの人っていうのはみんな分かってんねんけど、あみんななんかピンとこないような顔してる。それいいんですよ。だからあのね、ドラマの打ち上げとかね、まあまあ横山くんとかもミラーも言ってるけど、だからその思ってたような盛り上がりを見せないことにね、やっぱ気づき、若い頃から。やっぱりその時に大体後輩とかが出てくれたりするから、ドラマとか、歌ってくれへん一緒にって。俺大体下ハモやから、メインのメロ歌ってたらもうイエーとかなっちゃう、高すぎて。だから頼むからちょっとメイン歌ってくれと。俺はもうあの下ハモするから、って言うともうもはや誰の曲やねんってことになるんで、もうそれでいいんですよ。この曲じゃあもしカラオケで行ったら、後輩にメインを歌ってもらって、そうだから俺メインメロをね分かってない時があるのよ。いやいやいや、ほんまに下ハモを自分のメロやと思って歌ってるから。まあでも自分のパートに徹してるということですもんね、それはある意味じゃね。自分のメロやと思って言ってるからなんですよ。だからね、そこはもう堂々と、じゃあやっぱりそのなんか掛け声だけやっていきましょうよ、カラオケ行っても。おい、掛け声だけとか言うね。なんか優しいこの空気の中でいきなりツンってこう刺されて、掛け声だけやってりゃいい。いやそんなつもりでもない。ちゃんとコーラスしてる。まあまあまあ、掛け声。二人でいてさ、運動会じゃない。僕なんて謙遜がすぎるから。いやいや謙遜してる。励ましててもしょうがねえなって思っちゃって。
関ジャニ∞大倉忠義と高橋優がこの後1時まで生放送オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。さて、先週もお知らせした通り、はい、来週の大倉くんと高橋くんは去年の6月にお送りして大好評だったこの企画の第2弾をお送りします。題して大倉くんと高橋くんが全力応援、ラジオでプロポーズ大作戦。ジューンブライドに合わせて去年の6月にお送りしたこの企画、今プロポーズを考えているカップルと電話をつなぎ、全国ネットの生放送で公開プロポーズしてもらうんですけども、うん、先週の放送で募集を開始し、もし応募がなかった場合は大倉くんの舞台関係者のつてを使って役者さんを仕込んでのやらせも視野に入れてました、はいはいはい、が、今年も無事やらせ回避、あら応募ありました。嘘やろ、まだめちゃくちゃたくさんってわけじゃないけど、うん、だそうです。いや、たくさん思ったらおかしいって一世一代ですからね、プロポーズなんだから人生が変わるわけですから。何組持ったらそれこそやらせやで、ほんまに。そうだよ、ね、だって必ずしも成功すると限んないわけだからね。そうそうそう、うん、恥かくことになるのも嫌だろうし、いや失敗したら下でね、俺たちがすっごいフォローしなきゃいけないわけですよ。そうだよ、だからそれ丸投げじゃないですかこれって。そうそうそう、成功するのを前提でもこの企画組んでるでしょ。そう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 、前はねあのすごいハッピーな感じで終わりましたけど、これはすごく危険が潜んでる企画だと思うんですよ。もしかしたらもうすぐ後味の悪いドーンとするラジオ待っちゃうかもしれない。だからその初めに言っておきたいのは、僕たちは何の責任も取りませんよと、そうそうそう、それは言っとかなきゃまずいよ、うん、俺あの責任なんか取れないよ。まあでも、うん、そのなんていうんですか、プロポーズの、その方法としてはいいと思いますよ、だってそのやっぱりみんなさ、あの誰もが誰もそのなんだろう、例えば渋谷のその映像というか電光掲示板とかいろいろ使ってさ、やる方法とかもいろいろあるわけじゃないですか、でもできるわけじゃないじゃないですか、だからこういう公共の電波を使ってすることはすごくスペシャルで特別なことというのを、考えてもらって、だから僕たちが責任取らないっていうのもちゃんとこう考慮していただきたい。もちろんそうです、はい、我々は電光掲示板で言えばただの光ですから、はい、だからもし断られた場合、その場でもうすぐ切ります。そうそうガチャって切って、あとはちょっと本人同士で本人同士でね、はい、自己責任なかったかのように次進みます、あくまでもきっかけの一つとしてね、その捉えてもらえればということなんですけど、まあ、応募は来ていると、はい、よかった。でこのプロポーズ大作戦、まだまだ参加希望者を募集中です、はい、今まさにプロポーズを考えている、煮え切らない関係に思い切ってピリオドを打ちたい、大倉君と高橋君にプロポーズを見守ってほしい、そんなあなたうまくいってもいかなくても一生の思い出になることは間違いなし。しかも去年は3戦3勝と成功率もう100割ですから。いや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 、だからそれはもうほぼないことですからね、このパーセンテージは減っていくと思うよ。それね、続けていけばいろんなことが起こりますからね、そりゃね。まあまあまあね、うん、我々の望まぬ空気が来ることもあるかもしれないけど、ただもうこれ 100% って言っちゃうからこれダメなわけで、やっぱりこういうちゃんとネガティブなことも言わなきゃいけない。そうですよ、何事も事前にね、ないんだと、人生、人生ですから、それぐらいドキュメントをお届けする企画ということでいいんですよね。いやそうですよ、今ねちょっと木村カエラさんの曲でちょっとハッピーなムードになってますけど、もしかしたらだってね、プロポーズした相手がもう結婚してるかもしれないし、それはまずいね、それは悲しい結末だね、なんで言ってくんなかったんだ今までと。不倫だったのかっつって、それすごい泥沼になってる、今泥沼だから、もう旦那さん、あっちの旦那様出てきちゃって、知らねえ、そうです、その電話には出ないんじゃない、ここで向こうの旦那出たらもう、そうそう、はいはい、修羅場じゃないですか。そうそう、もう5人ぐらいで話になっちゃう俺ら仲持ってね、いろんな人、いやね、旦那さんの気持ちも分かりますよ、気使うって、土曜の夜になんでそんな気使わなきゃいけないのか、そう、サタデースペシャルって言ってる場合じゃない、番組自身が変わっちゃいますから来週の企画でプロポーズしたいというあなたは、メールに自分の住所、氏名、年齢、職業、電話番号、そして、お相手はどんな人でどんな馴れ初めなのかも書いてこちらまで送ってください、番組のメールアドレスは ot@coronetnippon.com ot@coronetnippon.com です。メールは懸命に、プロポーズ、カタカナでプロポーズと書いて送ってください、待ってますということでございました。あとあれやね、やっぱりあの全然責任を負わないことに承諾いたしますっていう、文章と、あと自分の親指のねサインちゃんと母音をしてもらって、大倉さんのプロポーズ大作戦に関しては本当真面目に考えられてるんですね。真面目です、すごい真面目に。訴訟問題にならない
ワン、ツー、スリー、フォー！オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、イライラじゃんけん。自称平和主義者を名乗る僕たち二人をあえてイライラさせることで、その実態が休みの日は夕方まで平気で10時間以上寝るため人との接触がほとんどないだけであることを暴き出していくこのコーナー。ゆうくんやんかちょっと俺だね今読んでる最中笑っちゃった、大倉チーム高橋チームに分かれて、大倉チームには僕高橋優がイラッとしそうなこと、高橋チームには大倉くんがイラッとしそうなことを送ってもらい、それをお互い人に立つ紹介、相手の挑発を受けても全くイラッとしなかったら、逆にまんまとイラッとしちゃったら、この音で判定していき、相手をイラッとさせたら1ポイント獲得で、そのネタを送ってくれた人には番組グッズのイチローをプレゼント、はい、先に20ポイント獲得すると相手に罰ゲームを受けさせることができます、うん、罰ゲームは大倉くんが明日から舞台のセリフを大幅に増やされる。やめてよ大変、いっぱいいっぱいだわ今だってすごいのにね。いやいやいや、もう、高橋くんがある日突然、高橋は全世界の敵だとトランプ大統領のツイッターで名指しで批判される。これは生きづらくなるね。いやいやトランプさんにいっぱい来るんじゃないですか。いやいやいや、なんてこと言うんだっつってまず世界中が誰ってことになると思うけど、一国の首相が言っちゃダメでしょ、ただいまお送りしている第6シーズンもいよいよ大詰め。前回までのところ大倉チームが19ポイント、高橋チームが19ポイントとなっており、高橋チームの6シーズン連続6度目の罰ゲーム、そして大倉くん初の罰ゲームに大手がかかっています。わお。ついに今週罰ゲームは決まるのか、まずは先行方法を決めましょう。口じゃんけんでいきます。最初はグー、じゃんけんパー。お、負けました。お、先行後攻どっちに引くの、大倉さん。先行ですね。ちょっと待って、そっか、リーチかかってるのにちょっとネタ弱いな俺。まあもうしょうがないわ。どうぞ。長野市で聞いてくれているわさび、はい、17歳、はい、グアムのことをガムっていう女ああちょっとムカつく。大丈夫でした。ちょっとやっぱ弱いかまあまあ、それを指摘されたらイライラするけどね、こっちが。なんかちょっとさ、うん、ってちょっと思え、うん、ガム、うん、いるよね、まあまあ、そうそう、いや私先週ガム行ってきたんでガム、うん、ええってなる、うん、そう、グアム、ちょっと早くなってるのかな、グアム直したくてさ、うんうん、あグアム行ったんやって言ってもさ、うん、そうそうガムガムいるよね、まあまあ、いや多分まあまあいると思うけど、うん、結構俺は若いってよりもちょっと上の人に、ね、うん、そう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 、わかるわかるわかる、うん、そう言ってた時代があったかのように、そう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 あガムってみんな言ってたんだ、うん、なんかちょっと慣れてました、そこ。あ、なるほど、大丈夫でした、うん、はい、じゃあ高校高橋チームいきます、はい、埼玉市桜区で聞いてくれてる香織30歳、まるまるちゃんは休みの日何してるのと聞くと、うん、私ですか、私は映画見に行ったりします。続けて、じゃあどんな映画見るのと聞くと、私ですか、私は意外とサスペンスとか見ますと質問に答える前に必ず、私ですかを必ずつける女ちょっと待って、それどういう状況で話してんのいやまあまあ、どうどう、何喋っても2人で喋ってんだよ多分いやいや2人で喋ってたらそうおかしいない、その人例えば何人かいて もう間違いなくもう言ってんのに、うん、その人中心の話題なんでしょ、中心になってんのに、うん、私ですかって言ってくんのまあまあまあ、なんだろうな、ちょっとイラつきゃせんけど、ちょっとバカなのかなって思うかな。ああ、どうですか、イラっとしませんか。全然大丈夫かな、私ですかっていう人にはもう振らないかもな、何回目かでは。そうそう多分だけど、あ、私ですかって言ってる最中に考えてんじゃない、うん、なんか答えを。あ、そういうこと。ワンフック置いてんのよ。だから、とかなる。じゃなくてさ、だって私ですかっていうフレーズじゃなくてもいいわけやんか。うん、どうだろうとかでもいいわけやん。そうだね。で毎回私ですかやろ。あ、私ですか。もう3回目ぐらいでもう。あったぐらいでもお前やって言うよお前お前もうお前に聞いてる、うん、それイラッとしてない、してない、うんうん、ツッコミとして、ツッコミとしてね、うん、あ、笑いに変えるんだと思う、笑いに、笑いじゃないかもしれない、ちょっと真面目に言うかも、真面目に、うん、お前や自覚してくださいと、うん、あなたですよっていう、そう、わ、うん、かりました、っていうだけでイライラをしてないかもしれない、俺だったらこれイライラしちゃうかな、いやちょっと危なかった、危なかったでしょ、ちょっと危ないライン、うん、うんうん、はい、じゃあどうぞ大倉チーム、ラッコフェスティバル、はい、
え、川で泳いでる魚を普通に素手で捕まえる女。ごめん、すごすぎる。俺普通に笑っちゃった。俺言ってる最中笑っちゃった。これあかんわ。普通におもろいなと思って想像しちゃったよ今。つわものじゃん。めっちゃ難しいやんあれってさ。そうだ、スパッて取るやつ。クマじゃねえんだからさ。スパーン。クマでもね、こう拾ってるからね。あれバーン、陸に上げてる、叩き上げてるみたいな感じだけど、つかめるんでしょ。捕まえるからね。うん、野生育ちだよね。そうそう。それでアユとか言って、うん、逆にそれを見てどうイラッとすればいいのか分かんない。まあね、そうね、強すぎるわってこと。すげえってなるよね。すげえって、うん、マジかよってなるよね。なるなる、掴んでるじゃんみたいな、うん、もう一回やってってやるよね。ガンガン掴んでいくのよ、うんうん、それはもう感動すると思う、うん、こんなくらいでいいかなっつって足りるって何に慣れて生きてきた人なんだろうっていろいろ聞いてみたくなるよね。山で生まれ育ったよ。私掴めますよみたいな。そのえ、さばけたりとかもすんのとかさ。そうよね。あと何掴めんのとかいろいろ聞きたくなるわ。だってゆうくんだってほとんど山に住んでるやんか。そうだね。うん、だから僕も出来かけてたかもしれない。魚掴むとか。そうだよね。バシャーみたいな。掴み取りってあったりするからね。結構お祭りとかで。いやね。魚掴み取りとか、ばあちゃんうまかったりすんだよね。そうそうそう。ほい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 、そっち行ったよ。とか。あ、来た来た来たとかって何人かで、ね、協力して。あったよね。みたいな川遊びね。そう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 。でもゆうくんってさ、うん、あの秋田に遊び行かせてもらった時さ、うん、酔っ払ってさ、うん、で実家に帰ったでしょ、うん、その時玄関先に寝てた時にさ、うん、何やったっけ、顔の上アリ歩いてたんやったっけ。そうそうそう、それめっちゃ普通に言ってたけどさ、うん、やばいよねそれって。俺今だから なんで今それ言ったんだろうと思って、お母さん。なんでそんなこと思い出させるのよ。いやいや、なんかちょっと山育ちって。俺の中ではもう結構痛い思い出なんだけどさ。あ、痛いの？痛い思い出だよ。え、でもアリが歩いててもさ、うん、でそれ虫に慣れてるってことでしょ。そうだね。てか多分なんだけど、うん、いっぱい飲んで、うん、なんかラーメンとか食べたっけ？俺らあの日。ああ、なんか食べた気がする。食べたでしょ、うん、で多分なんか美味しかったんじゃない、俺その日、うん、体中アリに囲まれたんじゃない。アリにとっていい格好の餌食だったんだ。だからそんな経験がないからびっくりしたわけですよ、うん、普通に話してて、ね、マジか、俺忘れてた。アリが歩いててさ、ね、起きちゃったんだよっつって。そう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 。いや、じゃあお母さん死んでるか心配されてって。そうそう、酔っ払いまくって、うん、あの鍵閉められてて開かなくて、ね、端的に言うとね、はい、で母親が朝になって、うん、さあ今日も朝だと思ってガラッて開けたら息子が虫まみれで倒れてたっていう。いや、だからそれもさ、死んでると思ったの、うん、あのありえない話なわけですよ。そうだね。だアリだけじゃなかったんだよ、バッタとかも俺の胸のあたりいたどんな状況なの。いや、そういうことになったことないからさ、うん、だからもしかしたらさ、川が近くにある人は素手で掴んでてもさ普通かもしれんやん。いや、実際掴む人いますよ、本当に。あ、おんねん、うん、いや、俺も多分頑張ればいけんじゃねえかと思う。うまいこと端っこに追い詰めんのよね。そう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 。何人かで追い詰める役と掴む役でね。いけたりしますよ。さあさあさあ、探してみいきます、はい。愛知県大治町で聞いてくれてるひなちゃん、うん、彼氏のことを普段は彼ピッピッと呼んでる上、テンションが上がると彼ピッポって呼ぶ女。もうやめろって、週またいで重ねてくんなって。誰それ。そっち方面のネタが増えてきてます。彼ピッピーですごい笑ったのよね俺。あの彼ピって言ってんのが、うん、もうちょっとグレードアップしすぎて彼ピッピーになったっていうね、先週か。そうそう、なんかあったよね。そう、進化してってやめろって、進化させんの。彼ピッポになります。彼ピッポになるともう彼じゃないから、もうそれピッポが強すぎてもう何なのか分からない。多分ちょっと長く付き合ったんだと思う、うん、ああ。だから長く付き合ってずっと彼ピッピ彼ピッピって呼んでて、うん、もう言い慣れてきて飽きてきた。ああ、もうね。だからもう進化した。もう彼ピッピでもなくなったんだよね。そう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 、彼女の中では。あだ名が。もう彼ピッポっていうぐらいじゃないと、そうそうそう、重くなってきてんだろうね、うん、比重が。そりゃこの後またあるんじゃない。もう一回。もうさ、適当に考えてるメールに対してこんな深く話さない。それが腹立つわ。俺の中でこうストーリーができてる、ね。そうそう、勝手にストーリー作って。全然そこまで考えてない。そうそう。何やね、彼ピッポって腹立つわ。つければいいみたいなメールいっぱい来てます、ね。腹立ってモテるわ。さあ、オクラチームどうぞ。僕これもう、ファイナルウェポンです。ファイナルウェポン、はい、どうぞ。 しおり名古屋市ちくさくって聞いてくれて、はいはい、上目遣いで話しすぎて白目になってる女。いやいやいや
そう気はなんかもう可愛くしようと思って上目に使いしすぎて白目それ笑うわ多分笑うよね面白い貴重な瞬間どうしたってなるよねそれ一応可愛いこぶってるわけじゃんきっと、うん、その子がその子の努力が行き過ぎてるんだよ頑張りすぎてるんだよそうそうそう頑張りすぎてもう頑張り屋さん基本嫌いじゃないんで僕嫌いじゃないの白目になって思ってる白目になってもうリングの貞子みたいになっちゃって最後のシーンのいやなんか頑張る、うん、頑張るところなのかな力を入れるところがちょっとおかしいなって僕は思うんですけどそういう、そうでしょ、うん、人いないと思うんですけどね、うん、いないと思うんだけど、うん、想像するに、うん上目遣いしてるってことは一応可愛い子ぶりたいっていうことなんだろうからその努力をまあちょっと認めてあげたいって気持ちがまずあるんですよ、うんまあ、だから可愛くしてるってことはきっとまだ付き合ってないんでしょうねそうだねだからデートしてる時に、うんまあ何食うのでもいいですけど、うん、こうまあ遠い目に座ってるわけですテーブルで、うんうんうん2時間ぐらい、うん、ずっと白目ってことでずっと、うん、ずっとってことなくないマジだってなんの多分トイレの時ぐらいトイレ行ってくれねってそれもなんかもう呪いだよね目の前に2時間白目の人いるんでしょそれはもう恐怖になるよホラー映画ですよそんなそう、うん、やばいなって思いながら俺誰と食事してたっけってなるよねそうなんでこんな白目向いてんだみたいな結構もうお酒も飲んでるからもう白目とかもう苦じゃなくなってきてる、うん、だからなんか全然もう全然いけない一人とかでみんなで写真撮ろうぜって写真パッて向けてもバーンって白目なんですそう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 決め顔がそれなわけですからそうなんかえやばこいつってなんか、うん、犬の目みたいになってるみたいな俺のイメージだと決めでそれすんのかと思ったけど2時間ずっとそれだったら俺イライラしたかもしれないあらちょっとじゃあ違うかったか、うん、じゃあ想像の方向性がありましたねなるほどねいやー分かりましたじゃあ今のところ耐えてます高橋チーム、はい、いきますこれ僕も決めに行きますねお、高橋ファイナルウェポンいきます、はい秋田で聞いてくれてる秋田って言うんだよ紫式部よりうわやばいきます秋田の紫式部レストランでこれ想像してるの倉さん、はいせっかくじゃあ、エビとカニのシーフードグラタンイタリア風季節の彩り野菜を添えてという長いメニューを噛まずに言って頼んだんです、うん、じゃあ店員さんにさらっとあグラタン一つですねって言われるそれずるいわどうそれずるいわ決めに来ました高橋チームあーあたー俺今やりました普通にムカついた俺まずグラタンに季節の野菜添える時点で腹立ってたいらんわそんな添えんでええわどこに添えんねんあのグラタンの皿にそう思いながらもちゃんと向こうに寄せてしっかりそれを読んだわけ大倉さんはきっと俺が頼まないから、うん、きっとエビとカニのシーフードグラタンは大好き、うん、きっと季節の野菜を添えてるっていうことは、うん、誰かが食べたいって言ったんだなと思ってそう誰かが食べたい代わりに僕が言ったんでしょ、うん、グラタンっすねってそのなんかそういう感じの店員おるでしょそうはいろんなイメージしてっていうのかあかんかってゆうくんがいいえこれね俺の流れとしてレストランにおったもんでしょ、うん、これ僕作戦ですこれ全部これかつくわ、うん、だから逆パターンなんですよ大倉さん例えばグラタンって言ってあの正式メニューを言われるのも嫌でしょ逆にあそうまあ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 ちょっとうんグラタンでいいですよとは思うでしょ、うん、そうそのもうこっちのよかれと思ったやつを、うん、向こうに裏切られるみたいな、なるほどね、いやね店員さんのその分からなさいやいや、うんうん、しかもあのそういうさメニューを繰り返しそうなお店とかで言われると余計ね余計に、うん、そっちかお前みたいな、うん、そして それに対して大倉さんは今まで全て向かいついてきてるんですイライラちゃんと鳴らしてきたんですよ統計をもとにやられましたかこれ 初です高橋も初勝利ですあらえあそっかあ初罰ゲーム大倉さんうわこれ楽しみだなやっぱ今まで5回連続僕罰受けてきてますからそうやんな何なんだろうねどういう準備をだってこの間もちょっと誕生日以外もなんかちょっと罰ゲームっぽかったじゃんなんかあチャラでいいいや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 だからちょっとね立て続けになっちゃいますけども罰ゲームかうんどうもう怖いわ
ね、だから楽しみです僕。ただね、罰ゲームの日ってさ台本ないんですよ、うん、いやいや僕台本ない時多いですよ。あ、そっか、うん、俺罰ゲームだと、うん、結構いつも台本読むの私でしょ。ああそうですね、その時は僕が、そう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 、なんかこの、ま、足マッサージの人ここに登場したりとかさそう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 、なんかあの変な電気のあのしびれるやつ貼らされたりとかさ。これ、うん、暫定いつ来週プロポーズってことは来週じゃないでしょ、うん、あいやあれだってやっぱそこは気遣いで舞台終わってからにしましょうか、うん、だって。いやそれは、まあ、まあまあまあありがたいけど、うんうん、俺はアホかと思ったけど舞台中にやろうと思ったんださすがにね、狂気を感じたこのラジオのスタッフのよかった見に来てもらっといて今日の見て感動してくれたよね、よかった、うんうんね、舞台中にグラタン食べるっていうのが書いてたけどね、まあ、スタッフが。いやアホアホお腹タップタップなれるの。いやいやいや囚人役ね、あの、うん、唐突にね記念すべき回になりましたね今日は、ね、初大倉さん罰ゲーム決定ということで、うわ、ということでこの道のりが長かったということでこの曲聴いていただきましょう。罰ゲームやでそれ。ロードムービーオールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。東京有楽町日本放送キーステーションに全国34局ネットでお送りしました。さあ今週も生放送でお送りしてきた大倉くんと高橋くんですけども、はいはい、エンディングおなじみの僕たちからのお知らせ、はい、まず患者に、あ、これは大倉ですね。舞台クモ女のキス東京グローブ座で今月18日までやっております。舞台が終わると6月28日に患者ネイトニューアルバムジャムと映画シップーロンドン DVD& ブルーレイリリース、うん、そして7月からは夏の五大ドームツアーがスタートいたしますのでよろしくお願いします。高橋さん、はい、高橋さん、はい、7月26日にニューシングルをリリースいたします、うん、2017APC 夏の高校野球応援ソング、熱闘甲子園テーマソングに加え、顔ビオレスキンケア洗顔料うるおいジェリー CM タイアップソングシンプルを収録した両 A 面シングルです。期間生産限定版には4月1日に行った初の横浜アリーナでのワンマンライブを収録した153分に及ぶ DVD が付きます、うん、そして、9月の2日3日の2日間秋田県由利本荘市で開催する野外音楽フェス秋田キャラバミュージックフェス、現在各種チケット先行受付を行っています、うん、詳しくは秋田キャラバンミュージックフェスの特設サイトをご覧くださいということでございました。なるほど、はい、今週も、ね、お疲れ様でした。いやいやエンディングがすごい短いですね今回。そうね、うん、あと1分ちょっと1分くらい。なんかさ、うん、この番組終わったらすぐ寝れないんですよ。わかる、ね、寝れないよね、寝れない、うん、俺なんか本番にさ体熱くなりすぎて水浴びたりすることもあるぐらい。マジで、うん、あ、体喋ってるけど体全体が熱くなるの。なんか頭からね、頭がなんとかポカポカしちゃって、うん、寝れなくて水浴びて、うん、寒ってなってこんなまあ寒くて寝られない。あららららら、風邪ひかないでくださいよ、ね、なんかなんとかしたらなるの。何なんだろうね、アドレナリンなんのかね。そう、なんかクールダウンが必要なんですよ、うん、でもちょっとずつ変わってきてるんじゃないですか。我々なんかすごいさテンションマックスで1時間半やってた時もあったけどさ、あった、なんか割とこう普通に話してる感じになってきて。まあまあそうですね、うんうん、でもやっぱ大倉さんはあれですか、スイッチのオンオフっていうのはあるんですか。いやないですよ。あ、ないですよ、うんうん、このままのトーンでマネージャーと喋りながら帰りますんで。ああ、うん、ゆうくんはあるの。いやでもこのラジオ の、うん、あの自分の持ってき方みたいなのを一時期すごい考えてたんですけど、おでもなんかやっぱできるだけ僕もそのマネージャーと喋るぐらいのテンションというか、うんうんうん、誰と話す時とでも同じような感じでやりたいなとか。なるほど、うん、あとてもっていうことではないかもしれない。ちょっとやっぱワントーン上げてるかもしれない。仕事だからやっぱりさあということで、ね、今週もいい仕事をしましたね。はい、うん、ということでおやすみなさい、うん、皆さんおやすみ、はい、何とも言えない気持ちで終わるのやめてくれ、うん、ワントーン下がっちゃったバイ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 